地元の伝統行事は子どもさんたちも絶やしてはいけないという思いでね、あのお父さんかお母さんからも教えてもらいながら頑張ってもらっています。それが私たち大人にも元気をいただいているというふうになると思いますね。合併しまして私たちは横手市民、まあ、十文字町町民から市民というふうに変わったわけですけども、まあ、そういう一つの大きなまとまりの中で昔の横手市とか平川君という枠を超えて一緒になっているというところの連帯感がね、ますます強みを発揮しているんじゃないかな。